こんにちは。はい。清高さん、はい、開幕して2週間経ちましたけれども、まあ、2週間経つと調子のいい選手とか調子の悪い選手とか選手の中でも出てきますが、これ監督も一緒で、いろんな監督の特徴といいますか違いというか何か。でも待ちきれないか1ヶ月の総評やのに総評前に。そうです、総評前に。でも監督といえばさ、ちょっと待って、これプロ野球 の、はい、あの監督ね、はい、球団の監督を戦国武将に例えるとという本が、はい、宝島から4月12日か、はい、に出るんだよ、発売される、はい、これはあの俺とね、うん、東大の先生、はい、本郷先生、はい、日本史の先生なんだけど、うん、それが一緒にこう話し合って決めた本なんだけど、中開くと、じゃあこの監督は中開くとね、まあ、中開かなくても岡田監督だったら誰かというと武田信玄、それはなぜかということを理由も書かれてるし、はい、まあ、工藤監督だったら上杉謙信とかね、はい、理由も書かれてるんで、はい、まあ、ぜひぜひ親子で一緒に、まあそうだね、見ていただくといいと思います、はい、ぜひあの、ね、お手に取って購入して、はい、ぜひ読んでください、はい、よろしくお願いします。すみません、宣伝でした。いいと思います、はい、ということでちょっとあの監督総評まで待ってないので、ここまでで見えてきた、はい、それぞれの監督、今日もセリーグなんですけれども、セリーグの6監督のちょっと今年の特徴傾向を話していただきたいと思うんですが、はい、まずは、はい、まあ、今年今ね調子のいい中日、中日ね、はい、神宮でかな、ちょっと負けたでしょ、はい、でその時にねすぐメンバーをこう変えちゃったんだよ。そうでした ね、でもその後から戻してて、うん、である程度固定にしたんだよ、はい、そこから調子が上がってきた、うん、今年はやっぱ我慢するなっていう、そういう印象がある。それ立浪監督が我慢している去年一昨年よりも、うん、我慢してる、もうコロ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 、例えば選手も変えてたりだとかしたと思うんだよ、はい、打てなかったら変えるとか。でも今年はある程度選手を信じてるな。それはどうしてそういうふうに今年は変わったんですかね。やっぱりヘッドの力も大きいとは思うけども、片岡さん、まあだけどやっぱそういうこうなんていうの、話し合いながら納得してそうしてると思うんだよ。これまでだと例えば立浪監督が権限があって、うん、いや言っても反論できなかったんじゃないかなっていうそうですねみたいな、まあね、まあ偉大な方というか、まあまあそうそうそう、はい、まあだけどやっぱこう腹を割って話し合いができる、うん、じゃあチームを勝たすためにはどうしたらいいのかっていうことを腹を割って話せる腹心ができたよね、はい、だからそれが大きいと思う、うん、である程度我慢してみて結果が出た、はい、でまあ一つランクが上がったみたいな、はい、まあそういう感じがするよね。いわゆるその名三宝が隣にできたっていうところなんですかね、まあ優秀な監督でもやっぱり隣にね、うん、ある程度のもそのなんていうの名参謀がいないと、はい、これはやっぱりチームとして機能していかない、うん、でこう下に伝達をしていくと、はい、ね、まあ、そういう作業がしっかりできてきたのかなっていう感じがする、うん、まあ、勝てば勘ぐんでさ、まあ、そうなんですよね、まあ、何でも勝てば称賛されるし、でもその中でもやっぱこう一つの我慢っていうのがね、はい、で形っていうものをすごく大事にしてきたよね。そううん、勝つ形というかね、うんうんうん、で点が入らなくてもじーっと我慢したりだとかさ、うん、することができるよね、うん、やっぱ去年とちょっとそこは全然違う、ね、まあ、ちょっと全然違うなと思う、うん、もうここまで忍耐強くなったなと思う、うんうん、DeNA の三浦監督はどうですか今年ここまで。なんかこうでもここまでは誰がやってもできたなっていうような感じが、うん、ああそうなんだ。こっからだよ、こっから。それはここまでは誰ができてもっていうのは、例えば打線とか打順だったりとかってことですか。まあ、ね、うん、まあ、例えば、まあ、渡辺を1番に使うとか、うん、オースティンを2番にする、もう変えなくていいよね、はい、まあ、佐野、牧、宮崎、うん、で6番梶原が打てなかった関根を使ってみた、はい、あ打った、うん、そのまま使い続ける、はい、でキャッチャー山本、おー、やっぱりバッティングいいなって、でも松尾がちょっと打ってみた、うんうん、はい、それはまあ初スタメン、チームにも余裕があるし使ってみたみたいな。ここまでは誰でもできると思うんだよ、はい、こっからだよ。だから渡辺をどう教育するのかとか、うん、関根が打てなかった時に梶原に戻すのか関根で我慢するのかとか、うん、でそういうことだよね。なるほど。ちょっと今は誰でもで、まあ、様子見だけれども、こっからどう動いてくるのか動かないのか、動かない。で佐野が悪くなった時のためにどうするのかとか、はい、こっからだと思う、うん、DeNA はね。いわゆる監督としての手腕が問われるのはこっからって。こっからだな、うん、ここまでは馬なりで来たと思う、うん、
はい、で誰でも考えそうなことをやってきたと思う、うん、こっからだよ勝負は、うん、DeNA はもうとりあえず春先は飛び出すよって言ってたじゃん、はいね、飛び出した後に落ちないようにどうするかがこれからなんだ DeNA は、うん、でも中日の場合は開幕ダッシュをどう与えるかだったから、それはまあ考え方は違うんだよね監督としての、はい、だからその立浪監督は耐えることによって勢いをつけてきた、うん、で DeNA は馬なりで行ってこっからだよ、うん、どこで鞭を入れてどこで立浪を引くのか、はい、まあ、ここら辺だよね。そうですね、うん、だから立場全然違う。確かに全然違いますね。違う違う。じゃあ阪神の岡田監督、いやついてんな。いや、そうです。今4月とか現在で今はまだ弁記者さんはシャットアウト でテレビのみというふうにしてるんですけれども、やっぱりちょっと、うん、やっぱり去年のとはまたちょっと違うという感じなんですかね。全然違う。違う。昨年は弁記者を使いながらこき下ろししてやる気を引き出してきたんだけど、やっぱ日本一になった彼らをそういうことで批判はできないんで、で里輝にエラーのことを言っちゃうと、うん、ペンで残って記事になると、うんうん、違うね伝わり方、そう違う伝わり方をしちゃいけないという、はい、だからそこら辺で言葉も我慢してるし、あ去年とはやっぱ里輝っていうのは全然違うと思うんだよ、うん、意識もね野球に対しても、はい、でドライブライン行って、うん、で自分でやっぱこう努力してやろうとしてる、そういう選手っていうのは岡田監督もそうだけどけなしたりしないんだよ、はい、でも腹に据えかねてるエラーがあるんだよ、はい、やっぱり、うん、でもそれを言っちゃいけないし、うん、でそういう姿勢も出しちゃいけない、うん、そこら辺でのイライラがあるな。出てますかそれは。それは出てると思うよ。そうか、うん、そうか。だから、まあ、昨年とはその精神状態は違う。ただやろうとしてる戦い方とか采配っていうのは去年できてない。それはやっぱり選手たちが縦横無尽にグラウンドを高め合ってるわけじゃないし、だからそこら辺での采配 その切り方っていうのはまあ一つ警戒ではないね、思うよね、うん、サインの出し方とかは変わってないよ。変わってない。それは変わってないし思考は変わってない。ただイライラが募ってる。あ、うん、ストレスが相当溜まってる。今年はそうなんですね、うん、だからまあこれはもうしょうがないよね、チームの状態が悪いだけにね、はい、まあ、それはもう切れよくパッパーンといけないよ、うん、これはもうしょうがない。そうです、ね、うん、じゃあ阿部監督、まあ、中央大学の後輩でもありますけれども、はい、うん、阿部監督はどういうふうな采配とか特徴の監督だな、まあ、やってることっていうのはある程度徹底されてるんだよね、うん、ただ俺が気になるのはやっぱコメントだな。うん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 、それはちょっとファンの間でもね今言われてますけれどもね、うん、やっぱ選手任せにするとか、はい、聞いてくださいとか、うんうん、ただ名指しで言うときは言うとか、はい、やっぱりね岡田監督と阿部監督の立場って全然違うと思うんだよ、はい、岡田監督ってある程度年齢が来てるし経験も豊富なんだよね監督としての。だから名指しで使ったとかしても、うん、別に罪にはならない。うん、でもより選手に近い阿部監督が言うと嫌味で聞こえたりだとか、はい、嫌いなんじゃないかとか、うん、そういう囚われ方をしてしまう、はい、その立場をよく分かって言うことだな、うん、そうか、うん、だから難しいよその年齢だとかやってきたこと立場、うん、そういうことで言動っていうのは決めなきゃいけないと思うんだよね、はい、ただ自分がわがままに、うん、自分が思い通りにコメントしてても相手に響きゃいいよそれが、はい、でもそれを逆に取られたりだとかさ、うん、嫌味に取られたりとかするとやっぱ監督にそっぽを向き出すからね選手たちが。そう、いやだからそこら辺はやっぱしっかり考えて話す組み立てをちゃんとしてやらないとダメだということだよね、はい、一番いいのは全部自分が被ってやるっていうことだよ、はい、ね、選手に負担をかけた、まだね経験不足でこういうことをやらした、もう本当に申し訳ないと思ってるとか、うん、全部自分が被る、自分が悪いっていうことを全部背負う、これが一番監督として今できることだよ、はい、阿部監督はね、うん、だからそのいや選手に聞いてくれって、うん、いや違う、選手はあなたが使ったんだからあなたが責任持ちなさい、はい、ね、俺だったらそうアドバイスするな、うん、あと阿部監督って伝え方ベタとか口ベタなところってあるんですか？なんか例えば監督初勝利の時のインタビューで聞いたら最高です、最初最高ですしか、もちろんね最高ですっていうのは阿部監督の現役の時の、名台詞なんですけれども、うん、監督になったら
例えばそこは最高ですじゃなくて、記者の聞きたいあの作戦はどうでしたか、気持ちはどうですかっていうところ、もっとなんかこうもっと掘り下げて聞きたいなっていうファンの気持ちっていうのもあったんですけど、いやだから阿部監督と岡田監督はちょっと比べちゃ悪いけども、うん、はい、岡田監督がじゃあ仮に最高です最高ですこれを押し通したと、はい、いや本当に最高で感無量だったんだなっていう想像がつくんだよ、はい、でも阿部監督が言うそれを言っちゃうと、うん、言葉のボキャブラリーがないのかなって思っちゃうんだよ、うん、あ、はい、あその違いが、うん、なんかそうかそうか、だから岡田監督だったらボキャブラリーも持ってるだろうと思いながら、うん、人は聞いてくれるんだよ、はい、だから最高ですって言ったら、あ、いやもう本当に最高だったんだなっていう、うん、可愛く見えちゃうけど、はい、阿部監督が今それを使っちゃうと、はい、え、言葉の種類に幅ないみたいな、うんうん、にとらわれる傾向があるから気をつけた方がいいって、だ年齢立場そういうことでやっぱ言葉はちゃんとしっかり選んでやるのが一番だ、うん、はい、そうですね、うん、だから負けた試合勝った試合ね、勝った試合は選手、はい、負けたら自分、うん、ね、全部背負え、はい、ね、人に言うことじゃない悪いことは、うん、ね、自分に背負って監督室に呼んでいいかお前高校こういう時はこういう考えをしてくれないと困るよと、うん、やっぱりしっかり丁寧に教えていかないと、はい、そういう立場だからね、と俺は思うんだよ。なるほど、うん、だからまあそこら辺はやっぱ若い監督はすごく難しいと思うよ、うん、選手に近いだけにね、はい、うん、だから阿部監督が現役時代やってきたことっていうのも知ってる選手っていうのはたくさんいるしさ、はい、だからそれで監督立場変わればどうのこうのって言われるけども、だけどそれだったら自分で全部背負った方がいいなって思う、うん、そのどうしてもその前のいわゆる名将と言われた原監督が例えば記者のインタビューもきちんと答えてくださったりとか、あの時はこういう場面でね、ああいう場面でねみたいな、まあ、こうメリハリのある話をされてた方だけにやっぱりそこと比べられてしまったりとか、まあそれはね、監督でね色は違ってくるけども、うん、原監督って決してね選手を悪く言うような、うん、いや1回だけしか聞いたことない、うん、その1回っていうのは伊能がジャンプして頭割った時に、はい、ね、ロンズに値しないってもうこれしか言わなかった、はい、これが最大のあれだったんだけど、はい、原監督はこう、ね、腹立つ時でも、ね、うん、だからそれは現場に置いてきて、うん、まあ、ピッチャーからむしり取って、はい、ね、ありましたね、うん、でもインタビューではね、はい、次はちゃんとやってくれるでしょうみたいな、うん、ね、後のフォローも含めてね、はい、で阿部監督はまあ後のフォローもしてるとは思うけども、うん、やっぱり人に伝わることっていうのはすごく大事なことだよっていうね、うん、ことはちょっともう一度認識した方がいいかもなっていうのは思うね。なんか采配的な特徴っていうのは阿部監督は見えてきましたか？まあスモールベースボールだな、どちらかというとね、はい、うん、だからまあそういうしっかり形を作って点を取りに行くという、うん、だからホームランというのはまあ今年ね、うん、ボールが飛びにくいから、はい、飛ばないボールみたいなこと言われてるしね、うん、だから確実に1点を取りに行く作戦を取ろうとはしてる、ね、あと例えばまあバント、ね、これは大城選手も他の選手もそうですけども、やっぱりバントのサインを出したら、まあ、スリーバントというか、うん、徹底して、まあ、徹底してるけど、はい、得意な選手に出さないとね、まあ、去年ね大城選手が大城がバントができるかっていうとさあんまり想像つかないんだよね、まあ去年はね、ギダ結構成功させてる場合もあるんですけれども、どちらかというとバントではない選手ではありますよね。大城の後にこう下位打線になってくるのにどうやって点取るんだろうなっていうような、はい、まあ、そういう心配もしながら見てるけども、ね、はい、ただその監督って春先っていうのはある程度試しながら行こうとか、はい、そういうことはあるよね、うんうんうん、だからまあその試しの段階でそういうことをやってるのかもわからないし、うん、まあ、これはなかなか想像はつかないけどもね、その中ではしっかりやってると思うよ監督として。そうですね、若手にチャンスもね与えようというのも見えますしね。だからね、監督っていうのは決して偉いことではない、うん、ね、偉いっていうのは周りが偉くそうさせてるだけで、はい、でも監督ってチームの一番下柱にならなきゃ、それだけ献身的にならなきゃいけないということだよ。うん、だから監督だから偉いんじゃない、監督だから監督は末端だよって、うん、それを心得てたら間違えることはないと。そうですね、うん、さあ続いては高津監督。高津監督はもう耐えるしかないんだよね。もう去年からずっと耐えてますね。勝ってる時も耐えてて、はい、でやっぱりね、監督経験が長くなるとやっぱこう反省も早いなと思うのは、どんなに苦しくても
やっぱイニング途中で変えちゃいけないなっていうのはあるね。変えるときはもう負け試合だっていうふうに踏ん切りがついてるね、はい、だからその1回失敗したときからやっぱりイニング頭で必ず生かすようにしてるね。イニング途中で、まあ、力がないって言われてる中継ぎ陣を使うっていうことは多分なくなってくると思う、うん、だからここら辺はやっぱりこう高津監督っていうのは起点は効くなっていう、うん、切り替えは早いなっていうふうには思う。どうしても今年もやっぱりこうピッチャー陣のやりくりの使い方っていうのが、まあ、故障も多いしな。そうなんですよね、うん、だからもう耐えるしかないよね。それがもう開幕2週間ぐらいで見えてきてる感じ、まあ、そうだね、ですね、うん、まあ、そのぐらいで。そうですね、高津監督が。で最後新井監督です。これはもっと耐えるしかない今はね。そうですよね、手を打っても何しても、うん、やっぱ踊らない選手はもうしょうがないよこれは。そうですね、まあ、踊ろうと一生懸命してるんだろうけども手は打ってるし、ね、いいんだけどもなかなか流れが来ないというね。確かに、うん、だから大きく変えちゃってもいいような気もするけど、ね、その打線ってことですか。打順だったりとか使う選手だったり、まあ、変えることがいいことではないと思うけども、うん、気分転換って必要なんだよね、はい、去年は反対だったんだけど、はい、例えばその坂倉を、うん、一流に回してちょっとお前気分転換でバッティングに集中してみろみたいな、うん、で、あいつは行くよみたいな、うん、ね、あいつはってやっぱりしっかりした野球感を持ってるから、うん、まあこの扇の要を任しておいて坂倉を一流に回して小園はショートみたいな、うん、だからまあそういうことでなんか打開していければどうかなっていうのは思うけども、まあ、大胆な采配とかチェンジですよね。まあそうだね、うん、だからまあそういう気分転換があってもいいかなっていうような感じがするね、うん、まあ、我慢するのも大切だけどもね、まあ、もがいてみるのも一つの手かなっていうふうに思う、ね。まあ、去年はね、新井監督は初年度だったのでどういうふうな感じの監督になるのかなとかそういうところの興味から皆さん入ったと思うんですけど、今年はもう2年目なのである程度分かってる中でのこう厳しい目というかそういうのも向けられるのももう2年目なので仕方ないのかなとかっていうのはあるんですかね。家族だったら叱ることってあると思うんだよ、はい、だらしない時とか、うん、叱ってもいいと思うね、それは裏でやってるかも分かんないよ、うん、だけどそれはあんまり感じないんだよね、うん、いや君たちはできる、いつでもできる、必ずできる、信じることも大切だけどもさ、はい、一瞬気持ちを変えてやるっていうことも大切なことだと思う、うん、勇気を与えるというか、はい、そのやる気を起こすというか、うん、クソということ、火をつけさせるってことですね。この前息子にめちゃくちゃ怒ったんだよ。もう息子さんね、ご結婚されてて。いや、まあ長男に。ああ、はいはいはい、うん、何かきっかけがあったってことですね。いや、そのベンチから外れたんだよ。あ、サッカーの、うん、はいはい、怪我かって言ったら、うん、怪我じゃないって言うんだよ、うん、単純に外されたって、うん、お前やってないもんなって、もうボルカス言ってやったんだよ、はい、腹立ったかって言ったら、そりゃ腹立つよとか言って向こうも受けない、うん、いや、そしたらそれでいいって、頑張れって、お前がプレーやってる時に俺の言葉が思い出すだろう、そしたら腹立つだろって、うん、それでやれって、うん、ハングリーとか反骨精神ですね。そうそうそう、うん、見返してやるっていう、まあ結婚するのはいい、うん、子供ができた、うん、これ もう幸せなことだと、うん、ボケるなって、うん、一つは、うん、ああなるほど、まあ、だから俺は広島へはなんかそういうことが大切なのかなっていう。そうかそうか、うん、一つ何かお尻に火をつけるような。そうだね、やってんのは分かってるって、うん、でも結果が出てないのはやってないのと一緒だって、うん、プロは厳しいこともね、言うときは言うっていう、うん、で年、いや俺も若い時みたいにできないんだよっていう反論する、うん、そしたらやめろって、うん、それを言い訳にするんだったら、なるほどな、カチンと来て向こうへやる気になったかって、うん、わざと言ってやったって、へ、思い出せってやってる時は、うん、で電話切って、まあ、次から楽しみやけどね。でどういう活躍をするのか。いやだから、まあ、ちょっとポッと思い出したんだけど、はい、広島は、まあ、お尻に火をつけるような家族っていうのはそういうもんじゃないかなと思うんだよね、うん、新井監督があえて言うんであれば、はい、だからそういうことも大切なことなのかなっていう、傷の舐め合いばっかりじゃなくて、うん、それケツに火をつけてやる、うん、ね、本当に家族だったら言ったことも憎まないし、うんうん、憎まれてもいいじゃん。そうですね、やれ、できれば。そうです、空いてるためを思ってる。そう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 、だからまあそういうことかなっていうふうには思うけど、うーん、
まあね、今年から初監督になった監督もいれば、もう名将と言われる監督もセ・リーグにはいるので、そうだね、もう本当にあの性格も特徴も采配も、ね、はい、それぞれだと思うんですけれども、まあ、これを踏まえていつもの1ヶ月おきの監督総評もやっていきたいので、うん、今年は、まあ、ね、はいはい、楽しみにしていてください、はい。